2023年の夏は、ジャニーズタレントのスキャンダル不祥事が連発した。8月10日発売号の、週刊文春、文藝春秋は、なにわ男子、西畑大吾、26、が金髪ウィッグ姿で、読売テレビの足立夏保アナウンサー、24、の自宅マンションへと通う熱愛現場写真をスクープ。さらに同誌9月7日発売号では、同じく、なにわ男子に所属する長尾謙守、21、元セクシー女優に熱を上げていることを報じたのだ。女性指揮者が言う、黒のバケットハットに金髪ウィッグ姿で、足立アナのマンションから帰宅する西畑さんの姿にファンは衝撃を受けた模様。大我くんのは女装がかっこ悪すぎて、や大我見るとどうしてもバケハと金髪が浮かんでしまう。楽しく見れないなど、ネット上では悲鳴が聞こえてきました。また、長尾さんの熱愛相手にも相当ショックを受けたのか。長尾謙特の謙ショックと昇進気味。今夏、なにわ男子で起きた連続ガチ熱愛報道にファンはすっかり落ち込んでいます。騒動はこれだけに止まらない。なにわ男子がメインパーソナリティを務めた24時間テレビ、日本テレビ系で中京テレビのメインパーソナリティを務めた美少年もスキャンダルに見舞われた。メンバーの那須雄登さん、21。過去に帝国劇場の楽屋で笑いながら壁に向かってシュークリームを投げつける動画が今年になって拡散されました。大炎上騒ぎとなり、事件と言っても過言ではなかった。他にも、金指一世さん、19、は、ベッド写真が流出と、ファンにとってはまさに泣き切面に鉢、といった状況でしたね。全道、これらのスキャンダルが報じられると、フリマサイト、メルカリでは、単売り、ファンを辞める、した人からの出品が相次ぎ、商品説明欄で思いの丈をぶちまける出品者が続出した。ファンの複雑な胸中、疲れた、しばらく単折り、例えば金髪ウィッグをかぶって足立アナのマンションから出てきた西畑のうちわは、金髪ウィッグをうちわにかぶせると可愛いのでぜひ。長尾のアクリルスタンドには、熱愛が出て皆さんの心が傷ついているように、長尾のアクスタも傷ついているのでお安くお譲りします。さらにナスが掲載された古い雑誌を出品した人は、ナスがシュークリーム投げちゃった頃と思われる雑誌の切り抜きたちですと説明。金指のうちわに至っては、ベッドに寝かせられ、ベッド姿が頭から離れないと悲しみのメッセージが添えられていたものもある。ファンの思いを裏切ったタレントたちの一方で、いよいよ大事となってきたのが、ジャニー喜多川氏、享年87、による所属タレントへの加害問題だ。一連の報道を重く見たジャニーズ事務所は9月7日に都内で会見を開き、藤島ジュリー景子社長の辞任と東山紀之新社長、56、の就任を発表した。それでも、会見で発表された今後の対応や加害問題への説明が不十分だったとして世論は沸騰。さらに、日本航空やサントリーなどのナショナルクライアントを筆頭に、所属タレントの起用を見送る動きが加速。事務所は創業者であるジャニー氏問題の影響で、崩壊寸前、ボロボロといったありさまだ。ジャニーズファンにとっては過酷な状況となっているが、中には、しばらくの間、ファン、であることは言わないようにするという人たちも出てきているゆう。スノーマンの目黒ハス、26、ファンだという専門学校生、20歳、女性は、もうジャニーズファンであることは公言 NG ですと暗い表情で明かす。なんか、もういろいろと面倒くさくて。すでに私が目黒くんファンであることを知っている人たちからは、ほぼ全員から、大丈夫、と言われるのですが、毎回どう答えたら正解なのかわからない。正直疲れたというのが本音です。ジャニーズに所属する人のファンというだけで、加害の話って知ってた?とか、あの人も被害者なのかな?といった話題になるのも面倒。今はファンとしては休憩中で、しばらく単折りです。平成ジャンプ山田涼介30のファン歴約10年になる飲食店店員26歳女性は SNS は見ないようにしていると話す。山田くんのことは今も好きです。でも最近ニュースは加害問題と事務所のダメぶりばかり。 SNS でもトレンドにジャニー喜多川とかジャニーズ問題人権侵害などネガティブな話ばかりが上がってくるので自分の精神衛生上のために距離を置いています。推し活用のアカウントを持っていますが、全然見ていません。ファンであることを自分から発信もしなくなりました。ファンでいることは、
悪、泣ける、やめ、ジャニの言葉、ジャニーズタレントを起用してきた企業が続々と、ジャニーズ離れの姿勢を見せていることも、ファンに与える影響は大きい。まるでファンでいることが悪いみたいな意識になるし、ファン同士が論争しているのも見たくない。お客さんとも、これまではジャニーズの話で盛り上がることがありましたが、今は秘密。加害について意見を求められても困りますしね。美容師、30歳女性、関ジャニエイトファン。ピュアに吉井化したいだけなのに、どうしても加害の情報が頭をよぎってしまって気持ちが上を向かない。ファンというだけで事務所を応援する形になるのも複雑。今は他の男性グループにも目を向けようかと思っています。アパレル勤務、27歳女性スラッシュキング&プリンスファン。元関ジャニエイトで俳優の錦戸亮、38、は9月11日に更新した X、ツイッターで、まあ言えることは一つ。組織が好きっていうのが入り口だった人は違うかも知らんけど、自分が好きになった人は今日も明日も好きでいてえいんじゃないかなと、胸張ってそう思ってもらえないんなら、それはただのこっちの力不足だ。と綴り、その通り、同感などと共感を呼んだ。アイドルとは、そもそも夢を見させることが仕事のはず。ファンに地獄を見せつけ、ファンであることを言いにくくさせている事態はやはり異常だろう。東山新社長を中心とした幹部は、この事態打開に向けてどういう策を示すのか、日本中、そして特にファンは注目している。画像、ジャニーズファン公言 NG、ムードも一変、泣ける、元関ジャニエイト、錦戸亮がジャニー氏問題へ言及。錦戸亮、38、は2019年9月末に関ジャニエイトを脱退、ジャニーズ事務所を退所した。